レベル250とシエル250何が違うのかっていうと、まあ大体のところは同じなんですね。エンジンとかフレームやら何やらそこら辺は同じなんです。じゃあ何違うのって言ったらやっぱハンドルの形状とか多分そこら辺だと思うんですよね。どっちかというとレベルは確か太めのグリップで、まあよりアメリカに近いような感じ。この CL250 は細身の、まあ普通のグリップといいますか、といった感じなんですよ。でね、ポジションもね、自分は CL250 の方がこう楽ですね。あのレベルはチョッパーみたいな感じなんですよね。アメリカンっていう、こう、ちょっとこう、こじんまりして乗るようなスタイルで、CL250 は楽だ。ポジションと言いますか、ちょっとハンドルもプルバックしてるし、そこら辺もこう乗りやすいといった感じですね。あとレブルはね、あのサスペンションのストローク量も多分ね短いんですよ。乗り心地の面でも私はねこっちの方が全然いいですね。っていうかあの乗り心地に関してはマットレス敷いてる感じ、あのねふわっとしてるんですよね。やっぱりこれ多分スクランブラーならではというところで、やっぱりねかなりいいんじゃないでしょうかって思うんですよ。私はね好きですね。レブル250より私は CL250 の方がおすすめします。まあ、なんでかっていうと全体的なクオリティがこっちの方がいいからですね。もし迷われてる方おりましたら乗り比べしてみてください。でどうしてもそれでもこうレブルの方がいいっていう方はやっぱりそのスタイルが好きな方だと思うのでレブルを選んじゃってください。で乗ったら分かります、あの CL250 ね非常にいいんですよ。で何がいいって走りやすいしサスペンションもいいから乗り心地もいいんですよ。ということは長距離ライドにはやっぱ CL250 の方がこう適してるんじゃないかと思う次第であります。まあね、まあ、こればっかしはねいろいろ好みがあるかと思うんですけれども、いや絶対こっちの方がいいよで自信を持っておすすめしますといった感じですかね。